フォークガラスクエア YouTube 動画ガイドライン VTR 2019年7月28日上野公園水上音楽堂に向けて、 YouTube をご覧の皆様、ほのかです。いよいよ5年目に突入したフォークガラスクエアですが、今年は7月28日上野公園水上音楽堂にて開催いたします。そこで私も参加してみたいという方々に、今回は事前に YouTube で演奏を見てもらうというシステムになりました。YouTube 自体がメインとか厳密な審査の基準というわけではなく、夏のフォークガラスクエアにご来場いただける方、新しい素材を探している業界人に向けてアピールするというのが目的です。これにより今あなたを知らない人に見つけてもらったりする可能性がどうであれ高まるというメリットがあります。もちろんたくさんの方々に支持するような方が現れた場合には、特別に推薦枠なんてこともありえます。そして今回は2曲動画をお願いしています。一つは自分のオリジナルソング、もう一つはフォークガラスクエアのホームページに記載してある25の曲の中から自分でやってみたい曲を選んでください。演奏はワンコーラスでもフルコーラスでも大丈夫、自分が納得のいくサイズで演奏してください。そして YouTube にあるフォークガラスクエア TV にチャンネル登録をしていただきます。自分で撮った動画は一旦ギガファイル便などファイル共有サービスで指定の URL へ歌詞や曲のタイトルなどのテキストを添えて ZIP などの一つのファイルにして送ってください。若干の審査を経て FGS からアップさせていただきます。不適切な表現や歌詞などと判断した場合は掲載しない場合もありますので、あらかじめご了承ください。撮り方はほぼ自由ですが、注意点が2つだけあります。1つ目、顔は必ず見えるように、両目が見える角度までにしてください。2つ目、演奏している指は見えるように、この2つは守ってください。複数で演奏される場合も同じですので、よろしくお願いいたします。動画録画に慣れている方はこれで OK です。あとは自由に渾身の2曲を送ってください。審査が通ったらフォークガラスクエアプロジェクトより簡単なアンケートとエントリー要項が送られてきますので、それらを埋めていただき完了となります。ただよくわからない、難しそう、めんどくさいなという方には朗報があります。東京の阿佐ヶ谷ドラム、駿河台下スタジオなどなど、 FGS に協力的な会場やリアル予選ライブハウスやスタジオなどが YouTube 動画を無償で撮影してくれる日程を作ってくださることになりました。日程や時間は追ってホームページにどんどん掲載されていきます。そこで予約をしてください。撮影できる会場も順次増えていきますので、チェックお願いします。もちろん予選大会にそのままエントリーしてしまえば一石二鳥です。ただたくさんの方々に自分を見ていただき、アピールでき、今後のチャンスにつながりますので、ぜひエントリーしてください。では上野公園水上音楽堂でお会いできることを楽しみにしています。以上です。そしてこれを撮影しているのは東京のライブハウス阿佐ヶ谷ドラムです。ここはリアル予選会場でもあります。ということで、例として今から私ほのかが2曲演奏させていただきます。 YouTube チャンネルに登録しフォークガラスクエア TV にてアップされますので、ぜひチェックしてみてください。お送りしたのはほのかでした。ありがとうございました。